今回もね動画でイレギュラーですから、YouTuber っぽくなってきましたね実験も兼ねてね実験も兼ねて兼ねたら今後も動画言うなよ言うな回ってもらえごめんなさいあーこれうるさいよ、ね、こういうなんかあの担当までついちゃって全然跳ねてないんですけど久々にね、こういうあの映像もね、入れていきながら、はい、ましょう先週に引き続き、はい、先週なのか、昨日なのかわかんないですけど、はい、バンドの話をちょっとしてますけども、ね、シムのね、話しましょうかという、いや、めちゃくちゃ、それで終わったもんね、前ね、うんうん、いや、だから、めっちゃライブに行きたいのよ、まずまあ、そうやね、コロナで行かないからね街で行ってなくて、うん、1年ぐらいもうほんまにちゃんと行けてないのかもしれない、うん、いや俺も行けよって話じゃないけどどんどんちょっと離れちゃってるなと思って、まあ、その見に行ってた同世代のバンドとかがね、うん、やっぱ休止とか行ってくるまあ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 我々一緒にやってたバンドはね、うん、そうでまあやっぱり頑張ってはるやんか、うん、みんな頑張ってはるっていう言い方もあれやけど、うん、めちゃくちゃ見たくてその中にまずシムは絶対いて、うんうん、ああなんとかで進撃でしょう、うんほんで昔いやまあまあ前さっきも前の回も言ってるけどなんか DVD 出させてもらったりとかあったんだねあの俳優としてモデルかいやって読んでええのかなでマー君からお呼ばれされてるとほんまに言ってますよ、うんまあ、あのマネージャー裕太君がもう先輩なんで、はい、ほんで何してんの俺も言っていいよ、うん、で別にいいよって、ね、いや実際ねほんでいや全然来ますよとかってまあ呼んでるから、うん、いや何言ってなるんだそうでしょいやいや もちろんあの面識はあるよ、うん、ほんでねほんまに言ってますけど何バンド加入してって思われたいやいやそうそうついに俺フューチャリングFEAT かなと思ったけど全然、いや、そんなことなくて。そんなわけない。そんなことなくて。そんなわけない。いや、行かれた役やってください。あの、ちょっと、じゃないけど、言い方悪いじゃん、今。なんていうのちょっと、あの、コンセプト的には、一応、横浜アリーナの、あの、DVD に入ってるんですけど、劇中としては、なんていうのこの、一応カップルなんですけど、カップルで、で、なんか住んでんねんけど、俺、最終的に自殺するっていう。あれやねんけど、まあ、男が病むって感じかな。逆に言うと。そう、うん。だから、あの、まあ、あの、何、今や、なんかこう、何、女の子に振り回され、ごめんなさい、ちょっとマーク教えてくれへん、あの、コンセプト。ずっと俺は撮りながら、大腸がなったら、どうだっけっすみたいな。全然見てへんよ、俺は。いや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 、まあ、これはもういいねんけど、いや、そうそう、いいかな、みたいな。俺必死にやってんの。ほんなら、もう監督乗ってきちゃって、うん、そのめっちゃいい監督がいるんですけど、うん、で、あの、マー君がまた用意してくれた、あの、うん、めっちゃね、有名な、あの、何、嫁さんのダブロちゃんの、うん、あの、お友達というか、うん、だからもう、ガチ女優の、うん、もう今、普通に CM とかも出てある人で、うん、ほんなら、監督乗ってきちゃって、チューいけますよ、ね、マジで。これはまあまあまあ、なんか、キスシーンとか行きますか、うん、いや、マジで、もう台本とかも普通に何にもなかったから、うん、何もないのよ。その準備してないんじゃん。まあまあ、その前に、マー君が、うん、まあ一応、マー君と、うん、ゆうた君で、普通に、うん、まあ、出るシーンないのよ。で、まあ、マー君が最後、うん、それを遠目から覗いてるっていう V だよ、うん。まあ、見てもらったら分かんないけど、うん、そういうコンセプトのもとをやってて、うん、だから、もろもろ俺と、その、うん女優の人のお話なのね、うんうん、最後引きで、うん、マー君がこうなんか覗いてて、うん、ああみたいなこいつ飛び降りよったなっていうので、うん、あのアコースティックの曲バーン行ったりとかする、まあ、まあめちゃくちゃいい演出とかやんだけど、うん、ほぼ俺なの、うん、俺らでだからマー君関係ないけど、うん、ついてきてくれて、うんうん、でずーっとゆうた君と喋ってんだけど、うん、俺らはあの横目にずっとチューしてるっていう俺これ大丈夫なんかな思ってこれいや俺はもちろん大丈夫か、うん、ああほんでいや僕は全然大丈夫ですけど、うん、大丈夫ですよって言うのねさすがプロデューサーですよ、うん、あはい大丈夫ですよ、うん、
ちょっと話変わってくるよ。ほら、話変わってくるよ。いきなり出会ってさ、また20分ぐらいの人と、いきなり、チューしましょうか、みたいな。俺ちょっと、これ AV やから、ちょっとなるやん。ちょっと、まあ、何これ。そういうやつあるもん。え、これ、出会ってごめんみたいな。ドッキリこれ、何のドッキリなんと思って。いやいや、まあでもね、俺も、まあ一応ね、ちょっとやらせてもらってるから、俺が昼まれへんから、まあそら、全然、あの、もちろん、ね、もちろん、シムのためにというか、シムの作品、そして、ね、もう、横割りでやるよーっていうのは、それは分かってたから、俺はもう絶対にやらんと思って、めちゃくちゃチューしちゃった。めっちゃやるよ。もうこれはあんまもうあれほんでもうでさもうカット全然かからんのマジでちょっと言い過ぎぐらいもあるけど20分ぐらいずっとチューしてるいや誰がじゃあこれマジやじゃあこれもうええけどいやもう今やもう作品化になったから俺言うけどあれエグいって誰か止めろよもうちょっと監督もちょっとマジでちょっとなんかもうこうなってきて AV 撮ってんじゃんかぐらいほんでちょっとマー君マジで言ってんのさマー君も普通にまあそうなんだねーとかあれとかって見てないめちゃくちゃマネージャーと話してねこれ何これでも俺もちょっとなんか楽しくなってきてもなんかいやもう気持ちも入れたのよその女優さんやしほんならもうケツとか揉みしないでたじゃあ今日は入ってくるやんそらじゃあその20分止まらんかったのはそれさ事前にさあの必死にあるかもって言ったらこっちに来て行くけどそうそう、うん、なかったから気持ち入れささなかったあれはねマジで監督にやられたけど、うん、なんかいいとこ撮りたいみたいあれはねドSなバンド、うん、シムだっけだよやっぱり S と M が入ってるやろそれ大文字やろごめんなさいこれ言いたいだけみたいになるけど俺はね、S、M、そして I でしょ俺、私はもうどっちもいけますみたいなラブの I も入ってますよああ、そうね悪いバンドでございます、悪いでも綺麗になりましたね綺麗な話、シムの話になりましたけど、もう絶対あれはね、悪いバンド、もう大好きなんですけどねいや、だからめちゃくちゃお世話になってね、はい、で、あとは何、何ガンショット、ガンショット、うん、バーラーですねあの MV でいや、バーラーじゃあ、ずっとパッパッパバラバラって思いましたし、はいはい、それも出させていただいて、あとはもう、何ですかなんかそういう、あのマーチャンダイズっていうのかな今や、物販とかのね、うん、撮影とかもやらせてもらったんで、うん、もうシムにはもうめちゃくちゃ、デッドボップも大好きなんで、うんぜひシムファンの方、聞いていただいて、うん、さらに横割り V 見てほしいなと思って。うん、ほんで、発売してんのもこれ。ほんでやな、うん、ほんで、あ、ごめんごめん、横割りも行ったよ、もちろんね。うん、ほんで、お呼ばれして、うん、最後の挨拶したけど、うん、ほんで行ったら、キスシーン2秒。自分の位置ねえ聞いてくれたねえだからその2分の一番いい2分のための20分やったああまあそうですね、うん、そう思ってます、うん、すごいいい経験ありがとうございました本当に、その後にねあのだからライブ終わって、うん、あの楽屋に挨拶行くわけですよ、うん、ほんならそこで久々にあの女優の相手とどうみたいなめちゃくちゃ気まずいやんとか言いながら、うん、なんか分からんけど気まずいみたいな、うん、でもちょっと恋してる自分おるみたいなこれ何これ俳優として赤いやんそれいやそうだね、うん、だからちょっとなんかあの何もういろんなさ俺ちょっとこれ話もしたかったけど、うん、みんなキスシーンとか嫁がね、うん、嫁がキスシーン、うん、あーそうあれどういう感情でやってるやろうと思って確かにな旦那ずっと、うんキスシーンとかいやもうあるわけじゃないですか。まあねあなたの好きな小栗旬とかもね、うん、どういう感情でやってんだろうな。だからスケベですよ。じゃあ俳優女優のカップルやったら理解はあるんじゃん。それが一般人片方一般人やったらどうかなって話じゃん。だからいやほんまにもうなんか俺はもう慣れてもないあれやからあれやけど。なんやろ興奮するでそんなもん。いや実際ねそらそうよちょっとなんか気になるよ。そらさそら気になるよそれは実際あるなっていう話を、うん、もうこれはカットしてくれあらそらさ
あの俺もちゃんとあのその仕事を遂行、仕事って言い方もあれやけど遂行せなあかんし、うん、でまあ結婚式のね、うん、あのモデルとかでもやるやんか、うん、もう出会ってあどうもっつって出会ってもうすぐここや、うん、だからもう言うたら本物の夫婦にならなあかんわけですから、そう見えなあかんもん、それ見えんともう売れないわけじゃないですか、うん、うんうんうん、ってなるとさ、やっぱまあその一瞬だけでも入るよ、うん、それについて次語るの違いました違いましたこれだよ、全然違う、オールカットしてほしいんだけどまあまあわかりました、いやまあまあだからシムは素晴らしいよっていう話と、うん、ライブに行きたいねって話そうそう、ライブに行きたいね、まあまあぜひぜひ、だ次どのライブに行きたいとかさ、うん、あるやん、いろいろ、ああそういうことね、コロナが終わって、まあ終わるんで、もうさ例えばサマソニーの告知とか出たしさ、うん、え、もう出てんの、うん、まあそれの話もまだ今度したいんやけど、ヘッドライナーみたいな、うん、出た、あ、マジか、多分どん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 ここから緩和されていくと思うんやんか、うんうん、ライブをね、だからそうなってきた時に、はい、どのアーティスト一番見たいですかみたいな話とかね、あーしたいですね、うん、本当にうまくだから僕はずっと言ってますけど、やっぱりもう、ずっと言ってるディッシュとか、まあまあ、キンキキッズもやっぱ行きたいし、うん、もうほんでもちろんシムとかは、うん、ほんでバンドで言うとそうやな、うん、ディッシュの話にさ、うん、ちょっと伸ばしたいんだけど、おうおう、ディッシュさ、あのまだなんかありがたい、そうありがたいことに、あのめちゃめちゃ再生してもらったんやんか、ああディッシュ、我らの動画のチャンネルの中で多分一番再生されてるディッシュ回がありまして、うんうん、はい、はい、そのこれをきっかけに聞いたんですよ、僕も、お、あのジャンクフードジャンクション、あ、聞いてくれた、聞いた、アルバム聞いた、おお、めちゃくちゃ良かったよそれの話したあ、そうそれは嬉しいわあ、もう、え、うん、もうがっつり聞いてくれた、ほんでちょっと違う目線で、あ、僕ね、あ、新井さんっていう作家さんの、いや、結構言うてんな、もう次でいいんちゃうかな、あ、そうか、あ、その話、ディッシュ の, あのジャンクフードジャンクション、あ、それはちょっと嬉しい、わかりました、聞いたんで、あ、わかりました、じゃあ次ディッシュでね、ディッシュ会にしましょう、いいでしょう、久しぶりに、めちゃくちゃ良かったディッシュ、ディッシュ、ぜひじゃあよろしくお願いします、スラッシャーの皆さん、はい、ぜひ聞いてください、よろしくお願いします、それではまた次回よろしくお願いします。